風に戸惑う弱気な僕、通りすがるあの日の影、本当は見た目以上涙もろい過去がある、止めど流るさやか水よ、消せどもゆる魔性の潮、あんなに好きな人に出会う夏は二度とない、人は誰も愛求めて闇にさまよう定め、そして風まくせ Oh my Disney 涙枯れるまで、見つめ合うと素直におしゃべりできない、津波のようなわびしさに I know 怯えてる、ふう巡り会えた時から魔法が解けない、鏡のような夢の中で思い出はいつの日も雨、夢が終わり目覚めるとき深い闇に夜明けが来る、本当は見た目以上打たれ強い僕がいる、泣き出しそうな空眺めて波に漂うカモメ、きっと You are not okay Oh sweet memory、 旅立ちを胸に人は涙見せずに大人になれない、ガラスのような恋だとは I know気づいてる、ふう身も心も愛しい人しか見えない、張り裂けそうな胸の奥に僕で悲しみに耐えるのはなぜ、見つめ合うと素直におしゃべりできない、津波のようなわびしさに I know 怯えてる、ふう巡り会えた時から死ぬまで好きと言って鏡のような夢の中で微笑みをくれたのは誰、好きなのに泣いたのはなぜ、思い出はいつの日も雨。はい、こんばんは。今夜はね、サザンオールスターズの津波を歌いました。2020年11月の3日火曜日で、今日文化の日で合ってるよね。ちょっと確認してみよう。文化のね、今年は文化の日で合ってると思います。文化の日、文化の日ね、文化の日で祝日で休みでしたんで、早めね、まだ次にまたどこで、今日はね、ドーマグリーンパークに行ってビル君でちょっと右立ち部やってきてね、それぶり返ってきましたね。よかった、今日はね、往復あれバス乗んなかったから、埼京線の駅からね、ドーマグリーンパークまで行きも帰りも歩いたんで、結構歩いたねまあでも1時間ぐらいだからね、行きは武蔵浦から歩いて、帰りは北戸の方が多少近いね、うん、でも北戸田ローカル駅なんて普通各駅だからね、バスがちょっと、ね、電車がまずくてね、うん、で前に一回歩いてみたかったからね、どうかなと思ってね、うん、よかった、うん、ドーマグリーンパークよかったね、うん、よかったよかったね。2時ぐらいから僕配信終わったあたりから仕出し出てたね、あれね、よかったよかった、うん、だって今度の土日ね、まあ、3日行って休みだった、山行きます。で、今日し、白いってあれ、あ、でもな、どっちな、あれにしようかな、やっぱり。あれ使う、やっぱり、今日。ヘリテージ、また今度にして、今日白いと、あの、イーディンのやつね、あのやつ持ってく。トレッキングポール2本白くってやつ。あれで、選択してこようと思います。さて、ちょっとな、なんだろう、おかしいな。なんだろう、モバイルルーターの調子悪いのか、全然速度出ない、モバイルルーター。横キラキラ見てるのはね、隣のパソコンのあれ速度全然ないんだ、あれ回線変えなきゃ無理かな、全然ない。
間何もやっても仕事から帰るまで、それもあるかもしれないね。今日早いから、あ、でも7時間出てるから、まあやってみようか。だから今日もね、じゃあ YouTube でライブ配信やりたいと思います。いつ仕事から帰るの、10時とかだもんな、10時。うん、ではなんと、今日も YouTube ライブやりたいと思います。ちょっと速度出ない？遅いね。変えてみる？遅いね。変えてみようか、速度。こっちの方やるぜ。こっちが全部超変えてみた。それ以外のこっちの方が。Wi-Fi ルーターの方にしてみた。こっちの方がいいね。うん。こっちにしてみよう。うん、じゃあ今日も YouTube でライブ配信します。あ、そう、最近気づいたんだけど、今日気づいたんだけどさ、スマホのさ、YouTube アプリ。更新してなんか変わったね、少しね。だからね、動画アップとかライブ配信がどこ行っちゃったか分かんなかったんだよ、もうこれ。で、先ほど気づいた。うん。先ほど気づきました。全然分かんなかった、まあ、うん。あれなんか変わっちゃったみたいでさ。全然分かんなくて、どうなってんだろうと思って。あの YouTube アプリがね。これね、スマホ、僕は Android なんだけどさ、以前はさ、ライブ配信とかさ、動画って、カメラマークをクリックし、タップしてやったけど、それで見当たらなくてさ、あれ？と思ったら、先ほどリクってたら、これでさ、これね、新しく、この、ライブ配信とか動画アップって、この下の方の丸いやつ、丸いのを押すと、出てくんの。動画のアップロード、ライブ配信、投稿作成って、こういうのがね、気づかなかったもん、ずっと。だから今日はね、あれ、あそこの、昼間のライブ配信もしょうがねえからパソコンでやったの。ああ。でも今、よかった。ああ、ほんと気づかなかった、僕。アップロードしたらさ、YouTube アプリ、この、あそこ丸いとこね、下の、あそこ。カブの真ん中の丸いの、バッテンのついた。あそこ、タップをすると出てくるからね、動画アップとかね。あ、でもよかった、よかったね。じゃあ、最初もね、YouTube でライブ配信やりましょうか。文化の日ですね。明日からまた、まあ3日かな。水木金と3日、だと土日休みだと思うんで。頑張った後、ね、天体学行こうね。天気はいいと思うんでね。うん。自己生存確認。2020年。11月、早いもんで、もう11月だ。11月の3日。火曜日。文化の日。最近の不安定今日対戦具合か、夜に向かってって雪が降り積もると悲しみがそっと胸に込み上げる、涙で心の火を消して通り過ぎてゆく
季節を見ていた。外はため息さえ凍りついて、冬枯れの街路樹に風が鳴く。赤レンガの停車場で二度と帰らない、誰かを待ってる。今宵涙こらえて奏でるアンサムレイ、今も忘れない恋の歌。雪をもう一度だけこのときめきのセレブレイ、一人泣き濡れた夜にホワイトラー。聖なる彼の音が響く頃に、最果ての街並みを夢に見る。天使が空から降りてきて、春が来る前に微笑みをくれた。心折れないように負けないようにロンリネス、白い恋人が待っている。だから夢と希望を胸に抱いてホームレス、辛い毎日がやがてホワイトラー。今宵涙こらえて奏でるアンセムレイ、今も忘れない恋の歌。せめてもう一度だけこの旅立ちのセレブレイ、一人泣き濡れた冬にホワイトラー、永遠のホワイトラー、マイラー、ただ会いたくて、もう切なくて、恋しくて、涙。はい、こんばんは。ちょっとね、回線具合悪いけどごめんなさいね。今夜はね、冬らしい歌ってことでね、桑田さんの。白い恋人たちを歌いました。2020年11月の3日火曜日、文化の日、祝日の生存確認です。今夜もね、いつものようにさりげなく生存確認の一環としてこんな風に動画アップしてます。どうも、ケンボーイ、ケンボーイさん、どうもね、不安定だけどごめんなさいね。ごめんなさい。音声大丈夫？続きました。どうも、こんにちは。ラボってみよう。誕生日ですか。ありがとう。誕生日ライブでも、じゃあ、不安定なんで、今日はね、スマホでもちょっと、スマホのツイッターライブをやってみようか。ツイッターライブ。ツイッターライブでも、しょうがない。不安定なんで、スマホでツイッターライブをやりたいと思います。今日はスマホでずっと、また起きちゃった。こんにちはね。ファンでごめんなさいね。ファンでごめんなさい。まあ、ローカルの録画してるからさ。やりましょうか。スマホの方でサブで、ね、ツイッターライブ始めました。なんだ、スマホでやると、すごい絵が大きくなるけど、不具合か。こんにちは、あきこさん、どうもね。映ってるかな？どうも。なんか、絵が不安定だ。スマホの画像がなんか死んだけど、すごいでかいんだけど、これ。かな、ダメだよね、これね。わかんない。なんでこんなでかいの？これ。治った？どうも、こんにちは。治った。よかったよかった。どうも。サブでツイッターね。やってます。今動いてるかな？スマホ。ツイッター、ツイッターのライブ配信やってます、サブで。
どうでしょう、カーシングは。こんにちは。よかったら教えて。いつからライブ配信、ツイッター。なんかね、パソコンの方が回線調子悪いんでね、タブでやってみる。どうも、じゃあやろうか。じゃあ今夜の一杯いきます、今夜の一杯。あとで録画、ライブ配信アップするからね。今夜の一杯行こうか。今夜の一杯。じゃあ今夜の一杯行きたいと思います、今夜。あ、今夜。頭に定時の枠ありますか？ありがとうございます。こんにちは。はい。じゃあ今夜、扱い行こうか。これだよりを行くよ。これだより。すぐ湧くようにね、ちょっと湯煎しといたから。はい、扱い行こうか。本日もこれだより扱いします。はい。配信具合悪くてごめんなさいね。扱いします。早くていいね。まだ秋にまた半前か。休みだったからね。つけていきます。今日はもちろん1個だけで、1個だけでいこう。じゃあ缶付けしてきます、湯煎でね。つけてる間また1曲歌おうか。缶付けの間1曲歌いたいと思います。あ、まあまあ蓋しちゃうか、大丈夫。はいはい。じゃあ今日のこの神崎タイムはこの歌いこうか。上を向いて歩こう。涙がこぼれないように思い出す春の日。一人ぼっちの夜。上を向いて歩こう。滲んだ星を数えて思い出す夏の日。一人ぼっちの夜。幸せは雲の上に。幸せは空の上に。上を向いて歩こう。涙がこぼれないように泣きながら歩く。一人ぼっちの夜。思い出す秋の日。一人ぼっちの夜。悲しみは星の影に。悲しみは月の影に。上を向いて歩こう。涙がこぼれないように。泣きながら歩く。一人ぼっちの夜。はい、どうもね。上を向いて歩こうでした。あ、小馬さんどうもね。小馬さん、ね、YouTube の方なんか不安定だからさ。予備でこっちやってます。こんにちは。どう出てる？うん。どうも。こんにちは。こんなわけで。まあ、ローカルで後でアップするけどね。ごめんなさいね、不安定でね。うん。さて、もうじゃあ、熱燗できたかな、熱燗。じゃあ、熱燗行こうか。この熱燗もうできてると思うんで。今夜の一杯、このくらだより、同じに、昨日同様、このくらだよりの燗酒です。不安定。まあ、後で動画はアップしとくからさ、ね。まあ、しょうがない。生存確認、ね。じゃあ、扱い行こうか。生カツオのお作りだ。安かった、半額だった。今日
は生カスのお釣りお作りね、こちらで、こちらで一杯300円の半額か、ちょうどいいやね。じゃあカスね、カスオちゃんで、じゃあ扱い持っていこうか。カツオの刺身と今日は缶だけでいきます。よし、熱燗ね、今日寒いからね、熱燗と刺身、こんな感じ。ああ、なんで不安定、今日不安定ね。どうも、カリさん、どうもね。今日は熱燗とカツオの刺身です。生カツオね、もう一回こんなやつで、熱燗行こうか。でも意気込むだけで、今日も意気込むだけでしょ。はい、はい、乾杯。ごめん、今日不安さん、ごめんなさいね、オンラインさんね。うん、はい、乾杯。今日か早かったから、休みだったからさ、刺身変えた。今日はヨークマートの方で買ってきた。生カツオか、つまみ分ちょうどいいな、このぐらいでね。300円の半額の天ぷら生姜。不安定ね、どうしたんだろうね、今日ね。初見さん、ごめんなさいね。じゃあカツオちゃんを行こうか。カツオちゃん、つけて、うん、まあカツオのたたきで缶酒。フェイスブック、今、同時にできないですよ、今。ツイッターライブやってます、代わりに。カツオはいいよね、安くてな。インスタはやんない僕。ツイッターとフェイスブックだけで目いっぱい。そんなできない僕は。回らないよ。でもこれ表面つけちゃおうか。カツオの写真。あとこっちで。うん。見つけて。うまいよね。でも今日はカツオ、アキコさんどうもね。今日はカツオの刺身で熱燗です。これね。うん、うまい。うん。どうしたんだろうね。パソコンのせいかわかんないけど、わかんない。回線が悪いのかな、わかんない。バンクエアが不安定だからわかんないです、それ。うん、まあ、動画が残れば。カツオの刺身。今日はカツオのたたき。たたきじゃない、生カツオ。カツオの刺身です。じゃあ、つかん。いいね。うん、うまい。これでおしまい、今日は。うまい。ごめんなさい。あと動画アップするからね。うん。なんか見れ、不安定で見れないと思ったんでね、スマホを使ってね、ツイッターでライブやってますね。
ローカルでも録画してますんで、これはあってみますんでね。じゃあ最後の活動。また落ちた。あら、音声は入ってるような気がするんだけどな、どうかな。今日はこの辺でね、お酒はこれで。今日は締めがあるからね、この後締めがありますんで。今日は飲んだ後ね、締めにね、ラーメンを食おうと思って、ラーメン。新茶ラーメン。新茶ラーメン。うま辛新茶ラーメン。今日はこの後、暑 からの食いに行こうと思って、寒いからさ、新茶ラーメン行くよ、今日。新茶ラーメン。鶏のつみれ入れたり、あと小松菜入れて。じゃあこれ行きます。いい、ありがとうね。そうね、ツイッターライブやって、ローカルで録画したのアップするのもいいかもしれないね。ライブはツイッターライブで、ローカルで録画して、それをアップするのもね。ちょっとね、お湯を沸かしてくるのね。そう、新茶ラーメン。つみれ鍋、これつみれを入れようと思って、鶏のつみれ。つみれね。こんにちは。新茶ラーメン。よかった。新茶ラーメン、あれ、今日初めて食うんだもん。どうもね。YouTube が不安定なんで、Twitter ライブ。Twitter ね、スマホで飲むライブできるからね。タブレットでできるの、Twitter ね。このスマホでできるの、ね、Twitter ライブはね。今日ね、スーパーで新茶ラーメンを買った理由はね、初めて見たんだけどね、これ。麺の量が多いんだよね、これ。値段高いんだけどさ、見たらさ、麺の量がね、これ一袋でね、すごい、麺の量。多いなと思ったんで買ってみた。107g だもんね。普通ね、札幌一番とかってね、90g なのね。あとさ、他のちょっと安いラーメン 80g とかなんだけど、これね、麺が 90g あるの、これ。あ、いけ。107g。あ、こんだけ麺多いんだっていいかなと思って買ってみた。辛ラーメンって麺の量多いんだね、少しね。通常のね、札幌一番は。一番多い醤油ラーメンが92だからさ。それ以上 10g ぐらい多いんだ。それで買ってみたんだ、今日。今日がね、もうツイッター、そう、あ、そうなんだ。ツイッターだけ、ツイッターはね、僕スマホでやってます。まず、沸騰したらこれでつみれ入れた後、まあ、火取ったら麺入れようね。麺と小松菜同じだ。初めて。
スミレ入りのチンラーメン、今日はね。酒はおしまい。あ、見たら生麺タイプなの、チンラーメンって。こういうのは、初めてだもん、チンラーメン食うの。蓋ついてた。スープと火薬一緒なんだ、これ。麺とスープ、火薬一緒。あ、珍しい。チンラーメンって一緒に入れんだな、これね。沸騰させ。麺とスープ、火薬を一緒に入れ、4分30秒煮るんだね。日本のラーメンとそこは違うんだね。だいたい日本のラーメンってスープ最後だもんね。これ一緒なんだ、新ラーメンって。初めて作るから。満月なんだ、ありがとう、教えてくれて。うん。お酒終わった。ちょっと新ラーメン作ってくんね。うん。ちょっと締めはね、新茶ラーメン。今肉団子入れた。ちょっともうお酒が硬そうね。締めは新茶ラーメンです。30分なんだね、今新ラーメン入れた。札幌一番の化粧ちょっと長めなんだね、これ。初めて作るからさ。今日は新茶ラーメンです。どうも、コバスのどうもね、今上がってからまで不安定でごめんなさい。どうも、今やってば、YouTube がちょっと不安定なんで、スマホの方で Twitter ライブやってます。
スコープじゃない、僕はね、ツイッターライブ配信、見るのはね、見るのはできるのかな、あれ。ツイッターアプリでやってます、ツイッターアプリから。ライブ配信。プリスコープは入れてません。また不安定な、なんだろう、ちょ、なんでこんなの回線が不安定なのかな、なんだろうね。どうも。今日は新茶ラーメンをね、鶏の肉団子入り。小松菜入れて、うん、大丈夫ね。
今日の締めは新ちゃんラーメンです。今から締め、これ今日はこれで締めのラーメンで、こんな感じです。この辺見るかな、今日これ、でトッピング入れようかな。トッピングとしてね、一味唐辛子をパラパラって入れます。パラパラ、一味唐辛子、このままじゃ、鶏のつみれ団子入り新茶ラーメン。しらすくんどうもね、ちょっと待ってて、小松菜ね、つみれに鶏団子、少女時代のゲーってやつ、分かんない、ごめんね、ゲーってやるか、あれ少女時代っていうのはさ、あれでしょ、あれ夏たき物語に出てた女の子だよね、あれ中山美穂ちゃんとか、あれ一緒にさ、夏たき物語に出てた女の子でしょ、あれ少女時代って。懐かしいね、少女時代いたね、そんなのね。スープ飲もうか、あったまる。寒いからね、辛ラーメンで鶏肉団子入れて、小松菜入れて、ツイッターの方はどうかな、動いてかな、今度じゃ最後だよ、ありがとう。なんか YouTube ライブが調子悪いんでね。まずな、トラーメン。うまい。麺の量これ多かったから買ったんだ、新ラーメン。ちょっと値段高めだったけどさ、札幌一番より 10g ぐらい多いんだ、麺の量が。また止まった。ちょうどいい感じね。寒い時はこういうのいいね、あったかいのね。スープ飲みながらね。うまいね。鶏肉団子。札幌一番はね、醤油が一番麺が多いからね、醤油ラーメン。覚えておくといいよ。ちょっとした豆知識。
札幌一番って味噌、塩、醤油の中で一番麺の量多いのが醤油。微々たるもんだけどね。あれ一緒じゃない、面白いね、札幌一番ね。同じ味でもね、味によって麺の量違うんだよ、あれね。毎日こすってるよ。うまい。それでね、札幌一番で一番好きなの醤油ラーメンってそういう人が多いよ。醤油ラーメン一番好きなの。麺の量が一番多いから、値段一緒なのに。ビビったるもんだけどね、醤油ラーメン一番多いんだ、あれ。何グラムかってそんなもんなんだけどさ。生きてればしょうがないね。不安定な。こんばんはね。こんにちは。締めにね、最後に、辛ラーメンを食べてます。鶏肉団子入れて。うまい。ボールはね、分かった。よしちゃった。ストリームを変えよう。やり直そうか、ちょっと。YouTube ライブ。YouTube ライブな、やり直すの？回線変えて。やってみよう。今度どうかな。まあ、YouTube ライブしたら再開してみるね。汁だ。2020年11月3日曜日。
やってみようか。あ、再び。まあ、もうラーメン食ったら汁です。まあ、再び、まあね、君のラーメン食べてます。もうラーメンはなくなったね。あと汁だけだ。新ラーメンってやつ。これにご飯入れよう。この汁がうまそうだんで、これにご飯入れてよさそうね。食べてんね。うんだ、これにね、締め、この汁にね、ラーメンの汁に、ご飯ぶっ、ぶっ、この食っちゃおうか。ご飯炊けたかな？炊けた。じゃあご飯行こう。締めにね、この中にね、ご飯入れる。どうもね、この中にご飯入れる。ご飯持ってくるね。新ラーメンのスープね。これもったいないから、ここにご飯入れて、おじや風にして、いこうかな。みんなご飯、炊きたてのご飯、これ入れていこうか、しみに。白米入れて。あ、どうもね。こんばさん、どうもね。しめのご飯入れます。これだけ見たらわかんないと思う。だったら動画の方で見て。辛ラーメンのスープにご飯入れて。いいね。まだ9時だ。今日は祝日で早いからな。今安定したから少しね。安定したみたいね。即席麺のラーメンの種類のご飯はね、まあ、定番でしょ。ね、うまいもんだこれな。おばさんどうもね。まあ、洗濯終わったね。
どうも、滝沢さんどうもね、今日はこんな感じで。じゃあ祝日で休みだからね、早めね。じゃあ散々飲んだ後、締めにラーメン食って、ラーメンの汁にご飯入れて。即席麺のね、残った汁にね、最後の汁にご飯、炊いたご飯入れて食べてます。はい、お聞きいただきました。あ、もうあった。じゃあ、この辺で終わろうか。お聞きいただきました。どうもね。今日は早めにね、おやすみなさいね。どうもありがとうね。おやすみなさい。最後の歌いくよ、最後の。そんなわけで、じゃあ。最後の行こうか。締めの歌いきます。今日はこう、そ、今夜の最後、この歌で。私からあなたへこの歌を届けよう。広い世界にたった一人の私の好きなあなたへ、年老いたあなたへ、この歌を届けよう。心優しく 育ててくれた、これ以代わりにこの歌を知り合えた、あなたにこの歌を届けよう。今後よろしくお願いします。名刺代わりにこの歌を。別れゆくあなたへ、この歌を届けよう。寂しい時に歌ってほしい。遠い空からこの歌を。はい。最後はね、財津さんのね、切手のない贈り物を歌いました。じゃあ今日はこの辺でおやすみなさい。おばさん、ももやさん、たくさん、どうもね。リクエストショットで、ね、ごめんね。おやすみなさいね。アカペラだから歌えないんだね。ごめんね。また今度ね、今日はこの辺でね。今来た人は動画をアップしてくる、後で動画アップするからさ、ね。今日は不安定でごめんなさいね。おやすみなさい。ごめんなさい。アカペラでは難しくてごめんね。またね、今日は、また明日。ね、明日からまた平日なんでね。外から帰宅して。おやすみなさい。札幌一番じゃ何だろう。わかんない。ごめんね。おやすみなさい。じゃまた。ありがとうね。おやすみね。じゃ Twitter の方終わるね。おやすみなさい。ありがとう。またね。またね。不安定でごめんなさいね。はい、じゃあまたおやすみなさい。うまかった。決まって結構豪華にしたんだけどね、YouTube ライブが不安定だって。でも、ローカルでは録画できたみたいなんでね、よかったよかった。あとこれ、もう間もなくアップしますんで。ではまた明日、おやすみなさい。
今日は1時間だね。